世界から猫が消えたならば、河村元気の小説。一匹の猫と共に暮らす、男性郵便配達員が主人公。著者の河村が、幼い頃に飼っていた猫が突然姿を消した、体験と大人になってから、携帯電話をなくした体験、それぞれの時に感じたことから着想を得て、構想に約一年、執筆に約半年が費やされた末に完成した。 基本的にはファンタジーであるが、家族の形を描いたドキュメンタリーの要素もあり、読者の誰もが自分に置き換えて入り込めるようにと、あえて登場人物は、僕や彼女にして個人名をつけず、河村は自分を主人公に置き換えて、ひたすらシミュレーションしながら執筆したという。LINE 公式アカウントで初の連載小説として発表され、2012年10月25日に、 マガジンハウスから単行本が刊行された。2013年本屋大賞にノミネートされ、8位となった。2013年7月20日には、ラジオドラマとして放送された。2014年9月18日に、小学館から文庫版が刊行され、同時に実写映画化されることが発表される。映画は2016年5月14日に、全国東方系で公開。花と、 夢では2015年2号から雪の下ろせによるコミカライズ版の新連載が始まった。それ以前に花と夢文系少女で発表、単行本も刊行された。2016年3月時点で単行本、文庫本の累計部数が101万5000部を記録。また中国、台湾、韓国でも翻訳されて販売されている。月曜日。 体調不良に悩まされていたが、ただの風邪だと思っていた、僕は医者の診察を受けた。そして進行した脳腫瘍であると告知された。家に戻ると、自分そっくりの容姿の悪魔を名乗る者が現れる。悪魔は、世界から一つ何かを消すと、一日寿命が延びると告げ、僕の周囲にあるものを消し去ることを提案してくる。そして、 最初にその時たまたま使っていた電話をこの世界から消すことにする。悪魔は電話を消す前に最後に一度だけ電話を使ってもいいということになり、3年前まで付き合っていたもと彼女に電話をかけた。火曜日、僕は彼女との待ち合わせの場所に向かう。彼女と再会し、かつての思い出話や僕の両親たちのことを語り合って彼女からいくつかの質問をされる。 その質問の答えの一つ、好きな場所が映画館にあることを思い出し、それを彼女に伝えようとするも電話は消してしまったことに気づく。そして、付き合い始めの頃に携帯電話を持っていなかった、彼女とうまく連絡できなかったことを思い出し、当時の彼女の心境を感じることとなる。そして家に帰ると悪魔は、次は映画を世界から消してしまおうと提案してきた。水曜日。 最後に見る映画を選ぶため僕は友人の勤めるレンタルビデオ屋に向かう。友人とのやりとりからライムライトの DVD をレンタルしてきたはずだったがディスクは入れ忘れられていて作品を見ることができなくなった。そして僕は映画館に勤める彼女の元を訪れ2時間空白のスクリーンを鑑賞する。真っ白なスクリーンを見つめる僕の心の中にはかつて家族で鑑賞した。 E.T. のストーリーと当時の仲の良かった家族のことが思い浮かんでいて、癌で死んだ母、疎遠になっている父について思いを巡らせる。木曜日、悪魔の次の提案は世界から時計を消すことであった。そのことにより時計屋を営む父のことが気になっていたが、その日から僕の飼い猫のキャベツが人間の言葉で喋るようになっていたことに気を取られる。 キャベツにせがまれ散歩に出かけると、時間というものにとらわれず日々の日課をこなしていく。キャベツの姿から人間がいかに時間に追われ、縛られる生活を送っているかに気づかされつつも、キャベツが自分を拾ってきた、死んだ母のことを全く覚えていないことに驚く。そして僕はキャベツに、母のことを語るため、僕と父と母とキャベツの三人と一匹で行った、最後の家族旅行の写真を見つめ、 母の最後の時の出来事を振り返る。金曜日。悪魔は世界から猫を消すことを提案する。僕はキャベツの前に飼っていたがガンで死んだ猫、レタスのことを回想し、レタスと同じように母もガンによって死を迎えたことを振り返る。そして世界から猫を消すことは自分の家族とその記憶を消し去ってしまうことだと思い、僕は世界から猫を消すことに迷いを覚える。 決断の前に、キャベツの姿を見ようとするも家に、キャベツはおらず、街中を駆け回り彼女の勤める映画館にその姿を見つける。映画館で再会した彼女は、僕の母親より生前に預かったという手紙を取り出し、僕に渡す。そしてその手紙を読んだ僕は、母の思いを知る。夢か映つ,つか、キャベツが再び喋り出した。お大官様には、生き続けてほしい。拙者は、 お大官様のいない世界で、これから生きていくのは辛いのでござる嫌がる僕に、キャベツは昔、母が僕にかけた、ちょっとした魔法を僕にかけて見せた。土曜日。僕は、世界から、猫を消さないと選択した。そして僕は、最後の日に備えるため短くを始める。片付けの最中見つけた思い出の詰まった箱を見つめ、子供の頃のことや、両親のことを改めて振り返る。 そして父に宛てて手紙を書くことを決める。日曜日、遠宛ての手紙を書き終え、その手紙をポストに投函する。そしてキャベツを預けるため隣町の父のもとへ向かう。NHKFM、FM シアターで2013年7月20日に放送された。妻吹里氏は本作がラジオドラマ初挑戦である。2015年にオーディオブック配信サービスのフィービーで オーディオブック版が販売された。主演及びナレーションは原作者の指名で小野大輔が務める。第6回オーディオブックアワードにおいて2015年で最も輝いた作品に贈られるオーディオブックオブザイヤーを受賞した。2016年5月14日に東宝の配給で全国290スクリーンで公開された。原作者の河村がキャスティングにも携わっており、 監督も河村が好きな三島ひかり出演で中島美雪のファイトを歌って話題になったカロリーメイトの CM を制作した長井里氏ならこの世界観を成立させてくれるだろうと自らオファーした2014年10月8日に函館でクランクイン小樽や室蘭東京都内での撮影を経てアルゼンチンのブエノスアイレスで海外ロケを観光し 2014年11月22日に世界三大幕府の一つであるイグアスの滝でクランクアップした。原作にある猫が話すという設定はなくなり、河村が好きなティム・バートン監督の映画ビッグフィッシュをはじめとした名作映画のセリフが随所に盛り込まれている。ちなみに劇中で浜田学が演じるとツヤが進める太陽を盗んだ男やブエノスアイレスなどの映画も 川村の好みが反映されているという。主題歌、歪みのミュージックビデオは同じく長井が監督を務めた映画のスピンオフとなっており、佐藤演じる僕とその飼い猫キャベツも出演している。公開初日2日間で動員14万1691人、公衆1億8470万9900円、記録し、映画観客動員ランキングで、 初登場第3位となった書籍その他ありがとうございます。